信頼できる同性の友人ってそんなに簡単に増やせるものじゃないと思うんですけど、具体的にはどうやって？やっぱりギャップですよ。よろしくね。清水さんはこの顧客をよろしくね。田中さんはしっかりサポートしてあげて。はい。超効率主義でクールな外見の一華には後輩たちもビビり気味。そこで彼女は食事の席であえてギャップを見せるという。あー、うまっ。めちゃくちゃいい飲みっぷりですね。だって美味しいもん。ほら、今日は私がおごるから遠慮なく頼みなさい。え、いいんですか？もちろん、好きなだけ食べて。ありがとうございます。あ、でも食べ過ぎ注意ね。食べ過ぎ注意。酔っ払いすぎも注意だよ。頑張ります。お待たせしました、役所論法です。美味しそう。いちかさん可愛い。仕事中とのギャップすごいですね。え、何？幻滅したの？そんなことないですって。めっちゃいいギャップですね。で、打ち解けたところで畳みかけるのが男運ないエピソード。男運ないエピソード。ここで最悪の元彼たちのエピソードを入れることで、この人苦労してるな、手を貸してあげたいなって思わせる。